伸びまくる。すごいすごいすごい。綺麗ですね、やっぱ。僕はプレッシャーに弱いんで。とりあえずハラミと食べて。いただきます。ちゃんとうまい。おいしい。プルプルなあれ。いいっすね。コラーゲン。温めるのが美味しいっすね。温めるの美味しいっすね。臭みもない。ありがとうございます。若手が食ってくれますから。そうですね。ああ、すみません。僕と平さん全くしもう手に来ない。そう考えたら昨日どんだけみんなが大部分に抱っこだったんだ。
このタレがなんだろうな。味噌。味噌。はい。美味しいです。軽やかです。美味しいな。美味しいですね。うまい。激しいな、この店員。あ、じゃあホルモン屋さんなんですかね、ここは。でも豚足が一番有名なんですか。みんな食ってる。あ、でも冷たい豚足もある。へぇ、あ、そういうこと。串焼きなんだ。あ、そういうこと。焼き豚スタイル。僕も最近あの全然食べきれる分食べてください。残りは僕が行く。美味しい。すごいな。すごいな。はい。怖いね。いや、これ結構お腹いっぱいになるな。もう全然一切れ。焼き鳥。はい。やさげ。なるほどな。でも20キロは行きたいな。今18っすよ。18。大阪は結構詳しいか。大阪ディープな店はあんまり。カレー屋とかあったね。カレー食ったらもうもう無理。もうすごい。いや、ハルさん心強かったな。そうですね。知ってましたよ。今日も来てくんねえかな。ニメ様、はい、ニメ様どうぞ。今回はすごいもうダルダル。あ、伸びまくってる。でも冬は飲まない。すごいすごいすごい。沖縄のミニオンだ。いいよ、そうそう。ちょっとクライマックスみたいなところかも。あ、サメさんだ、サメ。マジで。いや、すごいっすね、これ。
昼間だと思えない。なんだこれ。なかなかだなこれ。匂いがもうなんか染みついてる。いやそうなんですよ。もう。昨日から食べ歩いてるんですよ、20軒目なんですここは。記念の記念の記念すべき記念の20軒目に20軒目に乾杯です。マルコミの店員の仕事で、はい、ありがとうございます。わ、これなんだ。おいしい。予想外でしたね。予想外ですね。ハムみたいな感じなんですね。僕なんか全然わかんない。皆さん詳しいじゃないですか。詳しいっすね。僕は本当にただ美味しいもの食べたくて、無知でこう多分飛び込んだだけなんで。いいんですよ。いいんですよ、それで。で、そこで美味しかったら教えてください。蒸すから油落としてるんですよ。ロースターゴです。はい、ロースターゴ、はい、ありがとうございます。つまりここっていうか、顎。そうですね、顎。焼き方間違ったら、間違いとかもうなんか申し訳ないんで。あ、焼肉何軒ぐらいあるんですか。わ、何軒ぐらい。うちは一番古いから。あ、そうなんですか。戦後にできてるから。へぇ、そうなんですか。そうですよ、もううち75年ぐらい。へぇ、50年ぐらいからやから。そうなんだ。そうなんですか。そうなんです、そうなんです。すごい。へぇ、向こういっぱいね、なんか焼肉屋さん通りは。はい、でもほんまにうちが一番もう。え、なんでこの辺は焼肉が多いんですか。昔はね、靴屋の町だったんですね、ここ。靴屋？靴ばっかりのお店で、うちおじいちゃんも最初靴屋やっててんけど、はい、やめて焼肉屋さんしはって、うん、まあ、いっぱいできてきだして。それで追随しだしたんですね、じゃあ、うん、ここが繁盛したから、流行ったから、流行ったからこれやろうかみたいな。どうなんやろうね。結構その辺はちょっとおじいちゃんに聞いておいてほしい。おじいちゃんもう亡くなってた。いや、答えは知りたかったですね。そうですね。なんでこの辺。おじいちゃんもう60で亡くなってるから。あ、そうなんですね。でも鶴橋っつったらもう今ね、焼肉東京の人もね、知ってますよ、うん、鶴橋東京からね、よう来てくれはります。あ、そうですか。結構多いですよ、東京の。ああ、そうなんですか。多いです。東京どこですか。どこ何東京あります。分かる。衣も次行くから東京行きやるから。どこ行くんですか。あの声優が好きで。声優が好きで。あ、声優ってあっちの方で。コンサー、はい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 、はい、西の友だと思ってた。西の友だ。俺もスーパー、スーパーまで行けんな、東京。びっくりしてるな。行きます。これは、喉ぐるじゃない、なんか顎っす。ゴリゴリ系。喉ぐるってやるなら喉ぐる食いたいっすね。あ、どうも。噛めば噛むほど油が、うん、顎美味しいっすね。噛み切れないわけじゃないんですよね、うん、味どんどん出てくるんです、うんうん、そうそう、もう4時ですよ。あ、2時間半かかりますかね。え、向こうで今日どっかまた。いや、もう今日はもう帰ります。帰るわけです。でもなんだろうな、この辺に生まれてたらまた人生違った。あ、そうですよね、うん、エロい、エロエロって重要で。いやいや、食はエロですよ。あ、いや、漁師の行けよ。え、ロースの塩こういうような感じなんだ。あ、お、これね、美味しいです。はい、ご飯ご飯、一つで。はい、はい、もう変種じゃないですか。もう変種辛みじゃないですか。まだすげえ、こんな。あ、美味しそう。ご飯そそられるな。これもう変種ですね。行った方がいいっすよ。美味しい。いや、楽しいよ、とか楽しいです。シーって、うわ、うまそう。うまそう。インだ。え、シーこれうまいぞ。腐っちゃったんですよ。
それは保証とかビビッチがまいっぱいやるの。めっちゃうまそう。うまめっちゃご飯くらうまっ。油を全部受け止めてくれる。焼肉ってこうだったなってあめっちゃうまそう。いやロースやばいよこれ、うん、ここでフィニッシュだったら俺スープ頼もうかな。あもう横に焼きせんってあるじゃないですか。焼きせん何だ。あ、ほんとだ。あ、ホッカ、ホッカもあります。ホッカってなんですか。わかんない。わかんない。ホッご飯に乗ってます。手羽先の絵がすごい白いですね。エロいんですよ。お、それシッエロいっす。そんなめっちゃエロいっす。うわぁ、バラでも油がバラがそう多分あの平さん講師ですバラ一口です。ああいいっすよ。バラ行きましょう。バラ気に合ってるんで。バラ行きますか。はい、松田さん気に合ってるのを頼みましょう。タレでバラ行きましょう。ああもうじゃあ行きましょうか。じゃあ、はい、すいません、はい、バラのタレください。やっぱカルビですから。これ食わずして焼肉食ったとは言えない、はい、あ食わずしてつらしたとは言えない、うん、あそうです。これバイダーすごい。これ平さんすごい。ご飯というしかないと絶対無理。無理。もう一瞬でいいわ。あーいいえ、ね、これもいただきます。やってる。やっぱ焼肉ってのはご飯って料理になるんですね。うん、うん、めっちゃ美味しそう。ご飯スタッフと松田さんがすげえうまそうにご飯食べてると見てる僕も幸せです。それで飲むから、はい、飲むね。それで飲めますよ。よかった。出会いがないのが一番。そう、それを言い訳にしたくない。みんな言うんですよ、出会いない。そうそうそう。だから言い、それを言いたくない。出会いしてない人っていうのはみんな出会いがないって言うんですよ、うん、ない。熊本って言いますもんね。ああそうなんですか。熊本とか出会いですね。本当に楽しいですね。でも福岡福岡行きましたら集まりやすいみたいな。そうですね。すごいな。そっちを。これがツルハシのキムチ。21ケースですね。これがもうお好み焼き屋の総本さんですね。そうなんですね。はい。はい。もう出来上がってますよね。出来上がってますね。もう食べれますよ。鉄板ついてるんですか。熱いっす。めっちゃ熱いっす。本当めっちゃ熱いっす。めっちゃ熱いっす。いや、おい、いただきます。焼きそばデロデロですね。ね、でも可愛いんですよね。だから僕そこ初めて他人の子可愛いと思って、